スロベンスキーポインターは、スロバキア原産のポインター犬種である。別名は、スロバキアンワイヤーヘアードポインター、スロベンスキーポインティンググリフォン、スロベンスキーフルボルスティオハル。1950年代に作出が開始された犬種である。まず、チェスキーホーセクにジャーマンワイヤーヘアードポインターを交配させ、その交配種とロングヘアードワイマラナーを掛け合わせて改良を加え、 最後に微調整として、プードルポインターの血を少し加えて完成された。主に、ポインターとして、獲物を嗅覚で探し、ポイントし、回収するのに使われる。森林で傷ついた獲物の血の匂いを追跡し、発見すると、ポインティングを行って主人に知らせる。主人が犬のポインティングを確認すると、その方向へ向けて、獲物を猟銃で仕留め、 それを本師は回収して漁が完了する。また、漁犬としてだけでなく、スイスでは、山岳救助犬や創作犬としても使われている。優れた嗅覚を活かして、遭難者や遺体を探すために活躍している。1983年に、フシーに公認犬種として登録されたが、原産国以外ではほとんど飼育されておらず、極めて稀な存在である。スイスでは、 ほぼ全個体が救助犬、捜索犬として飼育されているため、一般の人の手には渡っていない。子犬を入手できるのはスロバキアだけである。ぼさぼさとした固く銀色のロングコートが印象的な犬種である。コートは厚く二重構造になっているため、防寒性が非常に高い。顎ひげや口ひげ、眉毛もふさふさしてる。毛色はシルバーの単色。 もしくはシルバーブラックなど。このシルバーはワイマラナーと同じ色で、それよりも若干輝きは劣るが、美しく銀色に輝く。夏は日焼けにより毛色は茶色がかってしまうが、冬には再びその輝きを取り戻す。筋肉質の引き締まった体つきで、足が長く、足腰が丈夫である。マズルは短め。耳は大きな垂れ耳、おは。 タレオだが、半分の長さに、弾をされることもある。体高56から68センチメートル、体重25から35キログラムの大型犬で、性格は従順で知的である。しつけの飲み込みが早く、状況判断力も優れているため、仕事の最中などに何かが起こった際も素早く、対応することができる。主人家族に対しては、人懐恋が、 その他の人に対しては慣れるまで距離を置いて接する。しかし、救助犬として訓練された犬はその限りではなく、誰に対しても人懐っこい。運動量は多く、かかりやすい甘い木は、大型犬にありがちな股関節形成不全、関節炎、コートが目に入って起こりやすい目疾患、地肌が群れて起こりやすい、皮膚疾患などがある。ありがとうございます。